人生相談は完璧主義でプライドが高いことを自認しつつそんな自分を治したいと訴える21歳大学生ハードスケジュールをこなす岡田さんの仕事術を知って体力がないのをカバーしたいと言いい29歳会社員結婚の格差を生む男女それぞれの条件によるメカニズムに関する質問を含めての3件ですさて完璧を求めるスタンスとプライドの高さについては性の相関があると普通に想像しちゃうのですがオタキング CH 管理人完璧主義でプライドが高いのを直したいのですがどうすれば良いのでしょうか ああ完璧主義でプライドが高いっていうのは矛盾してるな完璧主義だったらプライドは低いはずなんでかっていうと物事が完璧にできなければ気が済まないんだから自分のプライドをとことん落として作るもののクオリティを上げれるはずなんだ次にプライドが高いんだったらさ完璧主義になれないんだよ だって自分が作ってるものでこれで OK だっていうのが完璧主義だろ例えばプライドが高い人間は俺はイケメンだとかさ俺の見た目で OK だとか俺はデブだけどそれでいいんだとかなんか私はなんかおっぱい小さいけどそれでいいのよっていうふうにプライドが高かったら言えるんだそれは完璧主義じゃない今の自分で OK だっていうのがプライドであってさ今の自分で文句がないことがプライドのはずだから完璧主義でプライドが高いっていうのは 実はずれてんだよね完璧主義なのにプライドが無駄に高いっていうべきであって <laughs> じゃあそれは <laughs> 直したいのですがって言ったらさどっちが直せるのかって簡単じゃんプライドが高いのは直せないよそれは何かと勝負だからでも完璧主義っていうのはどこで自分のプライドを保とうかっていう落としどころだからさ完璧主義の方を修正した方がいいよだから両方直すのはもうどうしようもないからプライドが高いんだったらプライドが高いので 今の自分で OK のはず今の自分のやってることで OK のはず今の自分の欲しいもので OK だというプライドを維持してでそこから出来上がるもの与えられるものに対してあんまり完璧を求めない方にした方がいいよあの性格は直せないけども好みは修正できるからプライドが高いのはそのままにして完璧主義を修正しましょうおいでは次お願いします。体体力力ががななくくすすぐ疲れますひろきさん29歳私は体力がなく すぐ疲れます岡田さんは運動や食事にも気を使わないとお聞きしていますそれなのに毎週ニコ生をやられたり講演もされたりハードスケジュールをこなしていると思いますもしかして岡田さんは体力があるのでしょうかそれとも体力の使い方が上手なのでしょうかハードスケジュールをこなせる秘密を知りたいですえ、それはハードスケジュールをこなす仕事は一つ一つの仕事に手を抜くことですよ完璧主義と逆だよね だから、毎週ニコ生をやるにはどうすればいいのかと月に1回しかニコ生をやらないと毎週ニコ生をやる時の差はこれまで1回にかけてあっても4で割るっも、でるいうことだろ。だからあの先週まで俺はレジュメも作らずに「出たとこしゃぶ」で「はいはい何かコメントありますか?」っていう超手抜きをしてたらさすがにいろんなところから怒られたのでこれはいかんと思って今ちょっとしんどいんだけども基本的にハードスケジュールであったならばどのようにして。 もう必要なないいことをしないかだよねで体力をつけたいんだったらまあちょっとぐらいハードな仕事をしてもいいかも分かんないんだけど僕みたいにだって俺なんてさもう56だよ。56ってことは50代後半じゃんこっから先体力がつくなんてことはありえないんだよ。 下がっていく体力をいかに維持するかしかないからそこでハードスケジュールやろうと思ったら一つ一つの仕事でどれぐらい手を抜けるのかっていうのは変な言い方だけども仕事した後疲れなないいか近いのかな俺あのうーんとね50代前半まではニコ生とか公演とかやった後は興奮するから何だろうな深夜までネットやったりあとテレビ見たりあと何だ打ち上げに参加したりして。 いわゆるハードな仕事をやった後さらにハードな遊びっていうのかなハードな息抜きをしてたんだけどもまあ最近ハードなな息抜き一切しないねだからこういう仕事した後はさっさと寝ることにしてるのであのいかに手を抜くのかっていうのは仕事の上で手を抜かずに仕事の後のストレス解消で体力の手を抜いていくっていう方法もあると思います。結婚の格差ってて言われてますすすが年年収ですか年齢ですかか齢と やられば娘を読む限り女の人にとっては年齢はすごく大きいよねなので結婚自体の格差で考えると男は年収女は年齢っていうのが正直なところだろうねあの男の場合は年収がある程度あったら相手を選ばなければ結婚できるし女の人の場合は年齢がある程度若ければ相手を選ばなければ結婚できるとただしその年収がある程度ある男性は 相手を選ばななないい。って、てどうしても考えられないこんんに年収があるんだから相手を選べるだろうう。ってて考えてしまうで女の人の場合は年齢がある程度若ければ若いほど相手を選ばないというふうに発想できないなのでじゃあそれと逆に男で年収が低い人女で年齢が上がっちゃった人はどういうふうにすればいいのかって言ったらもう誰でもいいという手法すら使えないっていうのははっきり認識するしかないよね。 誰でもいいっていうふうに考えれるのは男だったら年収が高い人女だったら若い人しかないんだというふうに考えてそっからの戦略の組み直しするしかないんだよつまり私エリゴアのみしててるからなななんんんだだってそんな問題じゃないんだよもう一回繰り返すけども男で年収が高ければ相手さえ選ばなければ結婚できる女で年齢が若ければ相手さえ選ばなければ結婚できる。じゃあ年収男で年収が低い 女で年齢がある程度いっちゃってる場合は相手を選ばないどころかもっと別の工夫のところになってくる。俺前からあの言ってるのは男の人で年収高い人は本当にシングルマザーを狙うべきだと思ってるシングルマザーと結婚することですでにんだろうな育児ができると保障されてる人っていうのを結婚してでその家族ごと面倒を見るっていう方が現実的だと思うんだよね。 年齢が上がっちゃった場合はもう男と結婚するときにその男の年齢がいくつだろうと関係なく相手の面倒を見るつもり、まあ、言ってるのはつまり経済的な面倒を含めてではそこまでで考えるべきだと思うんでそういうふうに考えないとなんだろうなたられば娘じゃないんだけどもそこまで妥協しなきゃダメなんだろうかっていうふうに考えてその妥協に 嫌悪感と地震ってたら地震で怖がってたのと同じだよね。地震っていうのは怖がるんで正しいし火山っていうのは噴火するのが不安で当たり前なんだその噴火する自分がいけないんじゃないかダメなんじゃないかっていうとこじらせちゃうんだよねで結婚問題に対してこじらせちゃうのもそこまでする自分っていうのはダメなんじゃないかというふうに考えるとこじらせちゃうのでシングルマザー引き取るのはコスパ最悪だろうその場合のコスパっていうのは考え方が違う。俺はあの えー、育児能力があるという女の人を引き取るのは逆に言えばコスパがいいと思うんだけどね。全然そういう能力が保障されてない人と結婚するよりはずっとコスパは高くなってくるんだけどももしそのコスパが悪いっていうんだったらじゃあ君が考えている結婚のコスパコストとパフォーマンスのパフォーマンスの部分っていうのは何だろうって話になってくると思う。まあ、いいやと思うんでですねわあ、結婚の格差っていう。<laughs> 言われてますか年収ですか年齢ですかというのでまあ本当にあのあんまり言えない話をですね思い切ってしてみました岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー、毎晩ですねだいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますのでぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく。